こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では最近僕がですね、ZARA で買ったアウターがめちゃくちゃ良かったので皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。実はですね、この動画の中で僕は ZARA について話したことは今まで一度もなかったんですね。さらに言うと僕はですね、ZARA で服を買ったことがほとんどないんですね。というのも僕はですね、動画の中ではユニクロだとか、あとは GU、グローバルワーク、このあたりのお店のアイテムをですね、ご紹介することが多いんですね。このあたりのアイテムというのは比較的価格帯も抑えめですし、なおかつですね、デザインというところもそこまで奇抜なものがないので、いろんな方にですね、着ていただきやすいブランドなのかなというふうに思っています。一方で ZARA というのはファストファッションブランドの中でも少しですね、色気があって、店員さんの雰囲気だとか、お店の雰囲気だとか、そこに置いてある服の雰囲気とかもですね、確かにベーシックなものもあるんですが、少しトレンドによったものも多いので、僕はですね、ちょっと距離を置いていた部分があるんですね。とは言っても僕がですね、今まで書いた本の中でも ZARA のスニーカーについてはちょこちょことご紹介をしてきたんですが、でも服に関しては僕自身も買ったことがないですし、あまりおすすめすることがなかったんですね。ただこのようにですね、 YouTube でいろんな服を解説していく中で、ユニクロだとかグローバルワークのベーシックな服もいいんですが、たまにはですね、トレンド感がある服だとか、少し色気があるような服というのも取り入れてみるのもいいのかなと思ってですね、昨日 ZARA のお店に行ってきたんですね。その中で偶然出会ったのが今回ご紹介するアウターなんですね。まあ、このアウターに関しては今期ですね、さまざまなファストファッションブランドのアウターを見てきましたが、結構ですね、ダントツで良かったなと思うので、ぜひ皆さんにもご紹介をしていきたいなというふうに思っています。正直 ZARA に関してはお店には行くんですが、僕のこうイメージというか先入観で見てしまったところが多かったんですが、今回ですね、このアウターを見つけて改めてサイトなんかをよく見てみましたら、僕ら大人世代でも使いやすいようなものは結構たくさんあったので、これからはですね、定期的に ZARA の商品に関しても実際に購入をしてレビューを皆さんにしていきたいなというふうに思っています。ということでこの後ですね、僕が実際に買ったアウターを羽織ってみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルではおしゃれ初心者の方に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説しているんですが、もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートに関しては僕がもう一つ展開してます YouTube のメンバーシップの方で解説をしてますので、よかったらそちらの方も下の説明欄にですね、リンクを貼っておきますのでチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。今着ているこちらのアウターがですね、昨日買ったものなんですけども、こちらはですね、フード付きの中綿のアウターになっています。これがですね、なかなか良かったので、僕もですね、見つけた瞬間にちょっとテンションが上がってしまったんですね。今季はいろんなアウターを見てきましたが、その中でもですね、抜群に完成度が高くて、これは皆さんにぜひお勧めしたいなというふうに思っています。ただ一つ残念なのが、タグを見てもですね、商品名が書いてなくて、あとはウェブにもですね、こちらと同じものが載ってなくて、商品名が特定できないんですね。これがちょっと致命的ではあるんですが、ぜひですね、こちらの動画を参考に皆さんもですね、ZARA の店舗で見つけていただきたいなと思ってるんですが、これはですね、なかなかの名作かなというふうに思っています。まあ、ダウンに比べるとですね、そこまでボリューム感がなくて中綿になっているので、暖かさという点ではそこまでですね、真冬には適さないかもしれないんですが、撮影している今日なんですけども、朝の気温がだいたい3度ぐらいだったんですね。結構寒いんですけど、僕はですね、今日この格好で自宅から事務所まで来たわけなんですが、一番下に無印良品のロンティーを着て、その上にですね、グローバルワークのワッフルロンティーを着て、そしてその上にですね、こちらを着てるんですが、それでもですね、そんなに寒い感じはしなかったので、意外とめちゃくちゃ寒いところでなければ冬でもですね、こちらで乗り越えることができるのかなというふうに思っています。まあ、デザインは結構シンプルなんですけども、僕が気に入っているのはですね、まずここの大きめのポケットですね、左右対称についてるんですが、外付けのポケット、これがですね、デザインの良いアクセントになっています。そしてこの襟周りも結構好きで、ちゃんと立体的な襟がついていて、襟も高めなんですね。ですので首周りの印象がすごくいいのと、素材の感じも変な光沢感もないので安っぽい感じもしないですし、すごくですね、バランスのいい仕上がりになっているかなと思っています。こちらで価格がですね、1万1000円前後だったので、こういったアウター系を買うのであればユニクロだとかグローバルワークとそんなに値段が変わらないか、もしくはちょっと安いぐらいかなと思っています。そして僕はですね、このアウターを見た時に、なんかどっかで見たことあるなという感じがしたんですね。これはですね、今期話題になりましたユニクロのプラス J の商品と結構ですね、雰囲気が似てるんですね。
通りでどこかで見たことがあるような感じがしたんですが、僕はあのダウンが買えなかったんですけども、こちらのザラのアウターも全く遜色のない出来上がりになってますね。むしろこれが買えて僕はすごく満足してるんですけども、どこかモード感漂うようなシャープな雰囲気がして僕はめちゃくちゃ気に入っていますね。まあ、サイズは S を選んだんですが、少しですねボリューム感があるような作りになっていまして、かといって大きすぎるわけではないので、僕ら大人世代でもですね結構着やすいようなサイズ感になっているかなというふうに思っています。まあ、分かりやすくコーディネートするのであればオールブラックっていうのもですねなかなか悪くないのかなと思っています。今回は僕はですねこちらのアウターに下はユニクロのブラックジーンズを合わせています。まあ、上半身にボリュームがあるのでボトムスで引き締めてあげるとバランスがいいかなというふうに思っています。足元がちょっと見えなくて恐縮なんですが、僕にとっては定番のエアマックス97のブラックを合わせまして、全身をブラックでほとんど構成しながら、ところどころにホワイトですね、まあ、ここのニットもそうなんですけども、ホワイトをのぞかせながらですね重たすぎないようにバランスを取るようにしています。これはなかなかの名作で、1万円台前半で買えるアウターの中ではベストバイなんじゃないのかなというふうに思っています。僕の方でもですね商品名とか改めて探してみたいなと思うんですが、動画を見ている皆さんの中で特定できましたらぜひコメント欄で教えていただければなというふうに思っています。まあ、こちらのアイテムはダウンとは違って中綿のアウターなので、まあ、真冬もですね一応着ることもできますが、3月以降もですね中に着るものを例えばシャツなんかに変えれば意外とですね使える期間が長いのかなというふうに思っています。まあ、これからの季節ガンガン活用したいなと思っているんですが、僕にとってはすごく意味合いの大きなアウターになっていまして、もともとザラというものに対して抱いているイメージを大きく変えてくれたのがこのアウターかなというふうに思っています。ザラというともっと色気が強くてなかなかですね僕には合うものがないかなと思っていたんですが、その中でも選べばですね結構いいものが多かったんですね。こちらの写真のようなアウターもですねめちゃくちゃ良くて実際に買いたいなと思っているんですが、程よくトレンド感があってデザインもそこまで飛んだものではないんですね。割とベーシックなものが多くて、なかなかですねユニクロだとかグローバルワークのようなベーシックを主軸としているブランドにはないようなものも多かったですので、まあ、これからですねザラというところをどんどんチェックしながら皆さんにもですね良いものはシェアをしていきたいなというふうに思っています。そんな僕自身のザラの固定概念をですね大きく変えてくれたこのアウター、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思っています。以上スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。